ましておめでとうございます。 HKT48 4期研究生の月谷さまねです。2017年の抱負は、まあ2017年だけじゃないんですけど、ずっと選抜にいるぞです。なんか選抜にずっといたいんですけど、今回選抜に選ばれたから、まあ一個一個お仕事ちゃんと頑張って皆さんにいっぱいアピールできたらなと思います。この楽曲は、まあ、バグってもいいじゃんっていうそのままの意味なんですけど、まあバグってもやり直せばいいじゃんみたいな、ちょっと前向きな気分になっているのを聞いてみてください。これ以上ですか？結構カラフルで、学校はみんな色が違うんですよ。いろいろ個性が出てて、スペシャルレーンとか3部用意してもらったりしてるので、皆さんとたくさんお話ができるといいと思います。じゃあ皆さん、握手会で会いましょう。